ティア、AA-568A は、米国規格協会で定めたランケーブル集団における決戦規格である。T568A と略される。また、これに基づいて決戦されたランケーブル集団、または、ランケーブルである。ストレートスルーケーブルの両端を T568A としたランケーブルは、T568A ストレートスルーケーブルとも、称される。 クロスオーバーケーブルでは、終端の一方が T568A、他方が T568 バイトとなる。ランケーブル終端のピンポジションにおける、決戦順序は、下記の決戦図の通りである。ティア、A やマイナス568ビートの違いは、緑単色と大々単色、白6ストライプと白大々ストライプとが入れ替わる、だけであることから、 中端を操作するだけで T568A ストレートスルーケーブルの一端を T568 バイトに加工することにより10ベース T100 ベース TX 対応クロスオーバーケーブルにすることも可能でありまた T568A ストレートスルーケーブルの両端を T568 バイトに加工することにより T568 バイトストレートスルーケーブルにすることも可能である ありがとうございます。